はい、わさこレイディオ、わさこレイディオ、これもラジオと言っていいのか、今回どうせならね、みんなそろそろひろみちの頭部頭部とか見たいと思うんでね、映像で今日は撮りましょうか。いや、ちょっとひろみちさん、はい、はい、その前提がすごい怖いんだけど。いや、ね、何がよ、わさこレイディオの人がそろそろ俺の頭部を見たいっていう、ひろみちのなんか歌が聴きたいとか、顔が見たいとかいろいろあると思うけど、うん、多分この9割ぐらい頭部が占めてるじゃない、あなたの存在意義。あ、俺の存在意義が、うん、俺の存在意義いいのよ、あなたの踊り人の話はもういいんですよ。いや、時間もないんですけど、いいんですよ、ね、そのボイラーファンでこの需要があるのかい。需要しかない、需要しかないんですよ。ていうか紹介してくれよ、俺は誰だあなたね、もうとただの友達の山田博道だったんですけど。そうですね、だったんですけど、ね、ただの友達の山田博道、ね、うん、同い年やからね。そうね、そうそう、今日ね、あなたが、はい、やっと始動できた、はい、新バンド。そうね、バンドではね、そう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 、のお披露目ライブやったんですね、今日。そうですよ、それを私は今日見に来たわけなんでございます。ありがとうね。いやいや、もうありがとう、ほんまに。ただちょっとね、ちょっとのっそのっそしてたら最後の1曲しか見れなくてちょっとね、クソと思ったんですけど、もっとさ、しっかりやる。今日オエーとかやったんですか。だから、まあ、オープニングアクトスペシャルアクトって言われるけど、まあ、オープニングアクトだから20分だけの。あ、なるほどね。そう、3曲やったの。3曲やった。その何の曲やったのか言ってあげてよ。なんか、サーカス船のプッケっていう、MV になったやつ。そう、 MV の曲 と、うんうん、ゾンビにマリーゴールドをっていう、私が歌う曲と、すごい、あー、そうか、そう逃したわ。うん、そう、それ逃してたな。逃してたな。いや、もう見えたもん。だからその間のくるみちゃんの MC の間に、この目立つ女がのそのそと、なんかそののそのそしたよ。あ、来た、あ、来たわ、来たわ、うん、ってのは見えてたから。で、あともう一曲、星泥棒に次ぐという、ね。あ、そうそう、それ聞いた、聞いたよ。なんかさ、聞いてたよ。聞いたことあった気がしてんけど、どっかでやった？ね、くるみちゃんとクソ将軍って、弾き語りで、やって、あ、聞いたことあったわ。そう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 、アダムで聞いたやつやな。すごいいい曲やったよ。ありがとう。ありがとう。すごい、つけ焼き場の褒め方、ありがとう。もうそれしか言えないよ。いい、ほんま、ええ歌やったし。遅刻したからな。遅刻したからもうそれしか言えないよ。そう、その一曲しか、うちは今、サーカス戦のプッケの、知識がないから。でも、一曲でもね、ほんまにね、伝わってくるものがいろいろあったよ。ありがとう。うん、なんかいい、そのくるみパンもさ、ああ、今までラブじゃないのよ。ハートのアクションだけ残していかないでよ。演者がカメラの向こうの演者が多いのね。映しとこう。映るかな、映らんかね。今日キスミ、映んの叫んなよ。キスミ、キスミ舞浜さん。今日ほんま熱いイベントでしたよ。ねえ、ね、いい、しのぶちゃんが誕生日ということでね。ねえ、ほんとね、バースデーということで。最近ようアダム来てるわ。いや、ラブじゃないのよ。何のラブ要素もないのよ。ラブじゃないのよ。一番似合わんのよ。ハートの、ハートというその造形が。一番似合わへん。ノーハート？ノーハート？いろいろ話すことあるんですよ。ね。そうね。なんならもう2分だけって言ってたけど、もう。2分ちょうだいって言って。2倍やってっからね。今後ね、あなたたちまたライブ何やりやる。投げ銭してるんだけど。投げ銭しちゃうのよ。そういうなんか即興のそういうあれじゃないのよ。ただの生収録にしてはこんなチンケなもんなんですよ。真正面からのお茶幕やめて。1000円がリアルなのよ。1000円がリアルなんですよ。え、でも映すよ。今こんな感じで。こんな感じでね、今。怖い怖い。くしゃくしゃのもらった。こんなくしゃくしゃの声援久々に見た。ロックか。うまいのよ、絡みの演技が。絡みの演技が。怖い。俺矢沢駅島のあれ。おるのよ、こんなんよく。大阪にもおんねん。むしろ大阪に。大阪でしか見たことないやつやから。お前の地元にめっちゃいるやつ。いや、めっちゃおんねん。お前西成にしてはまともぐらいのテンションだったね。
なんかおるねなんかくっちゃくちゃのこれほんまにもらっていいのこれなんであどっか行っちゃったスーさんどっか行っちゃったキスに前浜が投げ銭もらいましたねどうもやばいなほんまにやばそうなやば話全部忘れたわないっけ、うん、何の話してたっけねでとりあえずねプッケがあの初めて見たけどねとても良かったっていうありがとうございます、うん、なんか、うん、そのあったのそのランチキラットうん、解散になってさ、うんうん、どれぐらい月日が経ったか分からんけど、うん、そんな中でやっぱ妄想があったのくるみパンにとやっぱりやりたいとかさくるみパンになんかそのくるみちゃんからやあのランチキが解散になるのはじゃあ俺が、うんあのうん、もう解散だって言うんだったら、うん、あのしょうがないですだけど、うん、じゃあ私と一からバンドをやってくれませんか、うん、っていうくるみちゃんからそうくるみちゃんからそのそうやったのそうっていうあの打診を受けて、うん、まあなんかちょっとね俺的にもなかなか、うんまあその解散ってだけでこの心がへこんでる時じゃないですか、うん、その心がへこんでて、うん、なかなか難しい時期ではあったけどでもその中で、うん、なんだろうあのくるみちゃんがもしじゃあなんだろうそのランチキラットじゃなくてもう一回くるみちゃんとバンドやるんだったらどんな曲だろう、うん、どんな曲だったら楽しいだろうなみたいなのを考えて行く気持ちになったのよねなるほど前向きになれたわけだくるみパンの存在があったからそうだ、ね、音楽はやめずにそうそうそうかなりいい存在やねまあそうだねあとさこれたまたまかもしれないけどもたまたまにしてはちょっとおかしすぎるぐらいひろみちが今までその関わってきたバンドマンの女の子たちがかわいすぎて、うんあいみちゃんにしたってさまあそうね最近で言うそのテラリウムのねそうテラリウムでくるみパンにしたってさ、うん、あのともきちゃんにしたってさ、うんうん、そうねあのさゆかりご飯みん なんかあんのそういうなんかあんのかなこ引き立て役として適任やからなのかなだから俺もさなんかめっちゃ失礼なこと言ってないうちいや別に全然失礼じゃないけどすげえ濃密な動画になってんなと引き立て役ってそういうことじゃなくていや全然 あまりにもさ可愛い女の子たちとやりすぎじゃない、うん、なるほどなるほどあなたをさなんかブサイクとかさ、うん、言ってるわけじゃなくて、うん、もうほぼブサイクっつってんねなんかそれにしてマジですみんなめっちゃ可愛いなあゆみちゃんあゆみちゃんね可愛いよねあゆみちゃんも可愛いもくるみちゃんも可愛いそれは俺も可愛いと思ってるそうやろうん可愛いと思ってるそれだって、うん、それだって俺だって正常なその、うん、あの目を持ってるから可愛いと思うよ可愛いと思うけどさ、うん、なんかいいね幸せもんやなって思うよお客さんも幸せだと思うしねやっぱり、うん、ひろみちのさその素晴らしい曲たちをさあんなキラキラしたさ、うん、女の子がさ歌ってさいやとてもいいバンドじゃないですかありがとうございますでもだからそこでだその俺がその可愛い女の子とばかりバンドやってるっていうのを疑問に持ってるのはその当然ギュンだけじゃなくてやっぱそうやんなそうだからそれこそあのアダムのねあの、うん、みんな言うてるそうやっぱりあのロマンス&バカンスのあのチョメピー、うん、チョメピーさんもそうチョメピーがうんそりゃそうよそういやマジでちょっと下せないとすごいいやいやほんまそうよそう言ってきた時にあでも一個分かったなっていうのが、うんうん、お前は多分、うん、その可愛い女の子にとって、うん、無害だそれはほんまにそうかもしれないでボイラーで言ったらショーみたいなもんだよなんか中性的というかじゃそういう次元の人じゃないのよねだからショーンさんみたいでそうっていうのは語弊がありすぎるけどわかんないけど感覚で言ったらそうかもしれへんな、まあ、無害なのはわかるそうだから無害でだからあいみだからそれがそれこそチョビキーがあいみちゃんにねあいみの、うん、あいみちゃんに、うん、だってひろみちのことなんとも思ってないからこそめっちゃ気楽にできるだろうって言ったら、うん、あいみちゃんがすげえ、うんすがすげしい顔で、はいって言うから多分そうらしい。いや、よかったね。だからみんなに何とも思われないからこそ、できます。すごい。そのセリフをさ、こんな満面の笑みでできるあなたもすごいよね。マスクの下も満面だから、ね。よかった、よかった。ほんまに。音楽があってよかったよ、ひろみち。本当だね。あなたに音楽がなかったら、ほんま、ただの踊り師の集合体なんだから。いや、かましい。踊り師の集合体、山田だよ。うるせえ。うん。と、はい、いうことで、はい、めっちゃ長く撮っちゃった。大丈夫かちょうどです。
あのライブを告知したいんですけど、はいはいはい、ちょあなたからするべきなんだけど、はいはいはい、10月1日10月1日ありますよね。あの寄ってんのしっかりして1000円片手に、あそんなぐちゃぐちゃの1000円お前ぐちゃぐちゃの1000円をめっちゃピンとした1000円にしたよそれで酒でも飲んで帰ってくれ。その前に告知をしてくれ、はい、じゃあ10月1日、うん、我々サーカス船のプッケ、うん、本お披露目かつ目、レコ発イベントが、ここ池袋アダムでね、うん、あります、うん、演者としてなんでクイッとした違うね、アダム映るかなと思ったけど映らんかったわ。そう、演者としてね、そう演者として、マイベストテープ、はい、バニティ、バニティ、そしてボイラーリガメが呼んでおるって、ほんまにもうなんかそういう仲みたいになってんな。なんかあったらもう、そう大事な時は疑い、大事な時はお互いいるのよ。成長したな、最初はキャンプだけの仲やったのに音楽の大事なシーンで呼び合う仲になれたね、やっぱね。そうだな、うん、ようやと仲良くなれたんだな、ようやく、そうだな、うん、だからプッケ始まったばっかりやけども、うん、ね、ボイラーリガメの亀をね、あの、うん、船の後ろのなんかあのぐるぐる回ってるところにうちら乗っけて、そう乗っけて行ってほしいなって思って、うん、うちらをこう引っ張っていってほしいです。ね、なんで我々が引っ張ってる？船長だからあんた。キャプテン。いやこっちを乗せてよ。亀に乗るか。亀任せとけ。うん、ということで今後あのうちらのもろもろにもあのねちょっとまだ水面下でたくさん。絡んでいこうかなって思ってる最中でございますので、まあまあね、その辺も皆さん、よろしくお願いします。今後仲良くしていこうな。おーいえ、うん、またコロッケ食おうぜあれ唐揚げだ。コロッケ唐揚げか唐揚げ、変わられ唐揚げ食おうぜ、はい、変わるということで、ね、あの親愛なる、ランチキーラットじゃないわ変わった癖でまたうち、いや俺も言っちゃ う, 言っちゃう、ランチキーって言ったらまだ出てくるからね、ランチキーラットってあのややこしいすずりが、うん、はい、サーカス船のプッケ山田博道でした。ありがとうございます。ありがとうございます。